スノーマンの深沢達也と目黒蓮が最新のテレビ番組ソレスノで嵐の大ヒット曲 ARAC を見事に披露しました。この特別なパフォーマンスはソレスノーのダンスのカンコピーレボリューション第4弾として放送されファンを魅了しました。この番組はスノーマンのメンバーが様々なアーティストやグループの曲を完全にコピーし その魅力を余すところなく再現することを目指しています。そして、今回は彼らが日本のポップミュージックシーンに多大な影響を与え、数々の記録を打ち立ててきた嵐の楽曲に挑戦しました。ARA 氏は嵐のデビューシングルとして1999年にリリースされ、芝叩く間に日本中で大ヒットしました。 そのキャッチーなメロディと鮮やかなダンスは今なお多くの人々の心に響き続けています。スノーマンの深澤と目黒がそんな名曲を披露することで彼ら自身のファンへの愛情や尊敬を示すと同時に日本の音楽シーンにおける先輩への敬意も表現しました。この特別なパフォーマンスでは深澤と目黒が嵐のメンバーのように舞台を駆け回り 彼ら独自の個性を融合させながら、オリジナルの振付を忠実に再現しました。彼らのパフォーマンスは、スタジオ内で大きな歓声と拍手を巻き起こし、視聴者からも熱い支持を集めました。スノーマンは、彼らの音楽性やパフォーマンスにおいて、常に新たな挑戦を続けており、この番組を通じてその姿勢を見事に示しました。彼らの熱意と才能は、 ソレスノの,の視聴者に刺激と感動を与えるだけでなく、日本のエンターテイメント業界全体に新たな息吹をもたらしています。ソレスノの,のダンスのカンコピレボリューションは、これまでにも多くの感動的なパフォーマンスを視聴者に届けてきましたが、今回のスノーマンの披露は、その中でも特に記憶に残るものとなりました。彼らの情熱と才能に触れることで、 視聴者は音楽の力と魅力を再確認し、新たな感動を生み出すことができました。スノーマンの深沢達也と目黒蓮による ARA 氏のパフォーマンスは、それスノの歴史において一瞬一瞬の輝きとして刻まれ、視聴者の心に永遠の記憶として残ることでしょう。韓国からケプラーが緊急来日、踊れる俳優選抜チームとして女優、 木並春香が初参戦。さらに佐久間大輔 VS、加藤良の究極のアイドル対決も。4月19日20時からの放送の、それスノーマンにやらせてくださいは、番組初の2週連続 SP の2週目。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく、踊り切ることができるかを競う。 大人気企画、ダンスのカンコピーレボリューションの第4弾がオンエアされる。今回は、韓国デビュー曲のメガボルト再生数1億回声を、誇る9人組グローバルガールズグループケプラーが、緊急来日。K-POP で大人気のケプラーとスノーマンの、日韓グループ対決が実現する。さらに、踊れる、俳優選抜チームとして、幼稚園時代からのダンス経験者である女優、 木並遥が、初参戦。紅白出場歌手の元ビッシュ橋康目厚子、加藤良、本田望結を率いて、スノーマンに挑む。審査員は、本企画では、おなじみの世界的、トップダンサー高広。超豪華メンバーが揃った、今回の三つどもえ対決。ケプラーの大ヒットソング、WADADA では、安倍良平、そして木並遥が、 本家ケプラーに挑む。個性がぶつかり合うラウール VS 橋休めの少女、時代、ミスタータクシー対決、夜遊びのアイドルで見せる、佐久間大輔 VS、加藤亮の究極のアイドル対決、も必見だ。嵐の a r a 氏では、深澤達也と、目黒蓮が後輩としてのプライドを見せる場面も。そして、ボアのバレンティーではスタジオに、どよめきが 国やグループの垣根を越えた、それすのでしか見られない超貴重なコラボの数々が楽しめる2時間。さらに、向井浩二が作った、あの、ポーズが、実は韓国でバズっていたなどレアなエピソードが、次々と飛び出すスタジオトークにも注目だ。午後の紅茶の新 CM が、今回は、新たな輝きを放つことで話題を集めています。なぜなら、その CM には、 人気俳優の目黒連さんが出演し、スリランカの風景と文化を巧みに表現しているからです。目黒連さんが演じるのは、スリランカを訪れた旅人。鮮やかな緑に囲まれた茶畑をバックに、彼は心地よさそうに深呼吸をしています。そして列車に乗り込み、まるで紅茶の旅路をたどるかのように、スリランカの風景が次々と目の前を通り過ぎます。 その姿はまるで時間がゆっくりと流れるような静寂と美しさを感じさせます。CM はただスリランカの風景を美しく撮影しただけでなく、現地の文化や人々の生活を丁寧に描き出しています。メグロレンさんが降り立った駅では地元の人々が笑顔で出迎え、彼に紅茶を勧めます。その一杯の紅茶にはスリランカの人々の温かさと、 ホスピタリティが込められているようです。また、CM では、スリランカの伝統的な建造物や祭り、そして美しいビーチなど、多彩な風景が描かれています。それらのシーンはまるで絵画のように美しく、視聴者にまるで、スリランカにいるかのような感覚を与えます。そして、目黒連さんが、最後に訪れるのは、サインのある場所。そこで彼は、 丁寧に茶摘みを行う農夫たちと触れ合い、その姿に感動します。その場面からは、スリランカの人々の生活や努力、そして彼らが大切にしているものへの尊敬が伝わってきます。この CM を通じて、午後の紅茶は、単なる飲み物ではなく、豊かな風景や文化を体験する一つの手段であることを伝えています。メグロレンさんの演技もまた、 そのメッセージを力強く支えています。彼の存在が、スリランカの美しさと魅力をより深く、より感動的に伝えています。スノーマンのメグロレン27が22日から放送される、キリン午後の紅茶美味しい無糖の新 CM、紅茶鉄道に乗って、変に出演することが18日、わかった。スリランカの美しい風景を楽しみながら、 紅茶の香りに包まれた旅が待っています。そう、それが紅茶鉄道です。この魅力的な列車に乗り込み、目を奪われるような風景を満喫しながら、心をリフレッシュしましょう。スリランカの紅茶鉄道は、その名の通り、この美しい国の風景を通じて旅客に贅沢な経験を提供します。日本からの観光客、目黒さんもその魅力に惹かれ、 この素晴らしい旅に参加しました。彼は、見渡す限り茶畑で自分が日本にいる時にはなかなか見ることができないような景色をたくさん見れて気合も入って撮影できましたと振り返ります。この列車旅は、ただの移動手段ではありません。それは自然美と文化の融合です。窓からの眺めは息を飲むほど美しく、緑豊かな茶畑が広がります。 山々が遠くに広がり、風がそよぎ、鳥のさえずりが心を和ませます。列車がゆっくりと進む中、旅行者はこの壮大な景色を存分に楽しむことができます。また、紅茶鉄道はスリランカの豊かな文化を体験する絶好の機会でもあります。車内では地元の音楽が流れ、笑顔あふれる地元の人々と交流することができます。 彼らの温かさと表のしは旅行者の心を打ちます。さらに列車の停車駅では地元の美味しい料理や手工芸品を楽しむことができます。地元の食材で作られた料理は新鮮で味わい深く旅行者に地元の文化を味わう機会を提供します。紅茶鉄道の旅は忘れられない思い出として心に残ります。 自然の美しさと文化の豊かさが結びついたこの旅は旅行者に深い感動と満足をもたらします。次回の旅行先を考える際にはスリランカの紅茶鉄道をぜひ検討してみてください。その魅力にきっと魅了されることでしょう。キリンホールディングスは旧ジャニーズ事務所現スマイルアップの性加害問題を受け目黒が出演する午後の紅茶の広告を一時 見合わせていたが、3月7日に、メグロと直接契約を結んだと発表を。メグロは、今回の CM について、午後の紅茶は、思い入れのある商品なので、再び CM に出演できて嬉しいと喜んでいる。